はい、こんにちは、シャスカです。今回は哲学入門第24回になります。ご視聴感謝してます。今回第24回のテーマは関東中編になります。ぜひ最後までご視聴ください。まずですね、哲学とは人間とは何か、人間はどのように生きるべきかを問い答えを求めることと。哲学の語源はフィロソフィア、ソフィアを愛すること、つまり知恵を愛することという言葉が語源になっています。で、哲学者というのは絶えず無知を自覚しながら人間としての生き方を探求するものということが言えると。で、時代背景としてはキリスト教が千数百年、大きな影響を持っていたわけですけど、ルネサンスによって人間性の解放が行われ、宗教改革、宗教戦争を経て宗教の権威が、著しく弱まってきたと。そこで近代合理主義というのが出てきたわけですね。で、精神界における市民革命ということで代表するのがカントに始まるドイツ観念論、理想主義の哲学ですということですね。まあ、イギリスの政教徒革命、名誉革命とか、フランスのフランス革命みたいに、実際人と人が殺し合う、こう血を流し合うような革命ではなくて、頭、理性の中での市民革命っていうのが、ドイツを中心に起こったと。その対価が2人いたわけですね。1人がカント、もう1人がヘーゲルという、二大巨頭になります。で、関東の、発見というか、まあ、主張としてはコペルニクス的展開ということでですね、認識が対象に従うのではなく対象が認識に従うという逆転を主張したということですね。まあ、経験論っていうのは、そのベーコンを中心とした経験論っていうのは、自分の目で見た観察結果、経験結果っていうのを重視したということですね。で、デカルトをはじめとした合理論っていうのは、その自分の理性っていうものからの推測っていうのを根拠にしたわけです。で、カントの場合はその知識、そのベーコンとかの経験論で言っている知識とか、もしくはデカルトが言っている知識を問題にしたのではなくて、そもそもその観察する、もしくはその理性で考える元になっている認識ですね。例えば人間の、見ることができる力とか、聞くことができる力とか、触ることができる力っていう、その認識そのものが怪しいんじゃないんですかと。ね、怪しいものを使って観察したり、こう推測したとしても、必ずしもそれは真理にいかないんじゃないんですか。そもそも認識自体がおかしくないですか、怪しくないですかっていう、そうコペルニクス的展開っていうのを行ったわけですね。で、物自体は認識の対象にはならないと。まあ、実体は、要するに人間は認識能力に限界があるわけですよ。だから私たちはその光っていうのも全部見ることができないわけですよね。レントゲンとか X 線とか赤外線、紫外線って一切見ることができないわけです。で、その本体っていうか、そのものズバリっていうのを、認識の対象にはすることができないと。なぜなら私たちの認識能力自体が怪しいからっていうことですよね。つまり認識能力に現れる現象を超えて、その背後にあるものは認識できない。私たちはほとんどの光は見ることができない。ほとんどの音は聞くことができない。ね。ほとんどの匂いっていうのは嗅ぐことができないわけです。ですからその認識能力に現れる現象を超えて、その背後にあるものっていうのは、その本体そのものを認識することができないと。人間の理性は経験できないものについては知り得ないと。ね、ということで、私たちが頭で考えられることっていうのは、経験をもとに考えていくことので、経験をもとに推測していくので、そもそも経験できないものについては知り得ないということなんですね。例えば、そのレントゲンとか赤外線、紫外線っていうのを直接ですね、まあ、言葉として知ることができたとしても、それを経験することができなければ、それは知り得ないんだということが、まあ、カントとしては主張しているわけです。で、実践により探求されるべきということで、知らない事柄は科学的に認識しようとする理性、理論理性の立場からではなく、道徳的実践に関わる理性、実践理性の要請として探求されるべきと考えたということですね。だから何かを知らないってことであれば、その頭の中でこういろいろこう考えるという科学よりも、実際にやってみるという実践によるよって探求されるべきだっていうふうにカントは考えたわけですね。つまり、神や霊魂、自由などは人間が信仰したり希望したりする自発的な意思決定の問題であって、真理の追求っていうのとは分けて考える必要があるということですね。
そう、神がいるのかいないのかとか、霊魂が存在するのかしないのかとか、そういったことっていうのは、その万人に共通する真理があるというよりは、一人一人が自分の意思決定によって考えるものであるというふうに、こう問題を切り分けたわけですね。で、二律背反ということで、理性は二律背反に陥るということです。科学は物事の原因と結果との因果必然性を解明すると、ね、科学っていうのはこう必然性っていうのをね、原因があって結果があるっていう、そういう必然性っていうのを一生懸命解明しようとするわけです。しかし自由意志に基づくものかどうか、ね、人間の行為を道徳的に称賛したり非難したりするためには、その行為が当人の自発的な意思によるものでなければならず、自由意志によらない仕方ない行為については善悪を問うことができないと、ね、人間には自由意志がありますよと。しかし人間が自由ならば必然性は成り立たない、ね、人間が自由に選べるんだったら、必ずこういう原因だったらこういう結果になるっていう必然性は成り立たない。必然性が支配するなら意志の自由は存在しない、ね、昔だったら神が、ビッグバンという玉突きをしましたと、ね、140億年前に神が、玉突きをしました。でビッグバンが起きました。その神ビッグバンによって全てが決まってるというならば、そこには自由はないですよねっていうことなんですよね。人間が自由だったら原因がこうだから結果はこうという必然性は成り立たない。逆にもし全ては決まってるんだと、ね、神がビッグバンを起こした時から全てが必然として決まってるんだっていうんだったら、人間の意思の自由というのはないと。だから道徳は自由意志を尊重し、科学っていうのは必然性の追求を尊重するのであれば、これは明らかに二律背反、矛盾しますよねと。で、二律背反、科学っていうのは必然性を解明しようとする、道徳っていうのは自由意志を尊重するって、これが矛盾していると、二律背反の関係にあると。で、この難問に対してカントは、認識能力への無理解から生じる疑似問題と捉え、物自体と現象との区別によって二律背反を解決したということですね。簡単に言ったら、私たちは全てのものを見たり聞いたり触ったりすることができないので、物自体全てをこう理解することはできないわけなんですよね。だから私たちが実際に見ている、実際に聞いている、実際に触っているものは現象であって、物自体ではないわけです。だから現象レベルでは自由っていうのはあるんだけども、物自体としては必然性っていうのが追求できるっていうような考え方をカントは取ってるわけですね。すなわち理論理性による科学、要するに頭の理屈における科学と実践理性、実際に人間が実践できるっていうのの問題である道徳っていうのは、それぞれの限界内で両立するっていうのがカントの主張になります。ちょっとやっぱりこうレベルが高いので、今の私たちが分かっている科学とかの話、哲学とかの話でちょっと置き換えて説明します。ちょっと科学、カントの説明だとなかなかこうピンとこないんですけど、私たちが今現在分かっている時ところで言えばですね、抽象度っていう言葉を入れると少し分かってくるんですけど、抽象度っていうのを、ここの話に入れるとですね、抽象度が低い、例えば白坂慎太郎とか、ね、A さん B さん C さんとかね、そういう抽象度が低い、こう個別具体的なものっていうのは、この偶然性とか偶発性がすごくこう高いんですよね。白坂慎太郎が今日何時に起きる、白坂慎太郎が今日朝起きて何を食べる、白坂慎太郎が今日何を行動するっていうのは、すごくこう抽象度が低い個別具体的な事例なので、すごくこう偶発性偶然性が高いわけなんですよ。で、これを抽象度を上げていくと、例えばじゃあ白坂慎太郎っていうのを一つ抽象度を上げて、まあ鹿児島市民とかね、鹿児島県民とか日本人とか、もしくはそのアジア人とか地球人とかっていうふうに、こう抽象度を上げていくと、必然性っていうのがどん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 高まっていくんですよね。まあ、日本人は大体今日一日はこういう行動を取るだろうみたいな、もしくはアジア人は今日一日こういう行動を取るだろうっていうふうに、こう抽象度を上げれば上げるだけ、どん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 こう必然性っていうのは高まっていくんですね。偶然性が少なくなっていくわけです。ってなった時に、抽象度が低い私たち個人レベルで言えば、その自由意志っていうのはすごくあって、まあ、自由っていうのが言えるんだけど、抽象度を
上げれば上げるだけ、まあ、必然っていうか偶然性が入り込む余地っていうのが小さくなって必然なように見えるというような感じで、まあ、カントは言っている。もちろんカントはその抽象度っていう概念を入れて説明しているわけではないんですけど、彼が言わんとしていることを今の私たちが分かっている範囲の哲学とか科学で説明するならば、そういう感じになるということですね。まあ、私たちの認識っていうのは、その今目の前にあるパソコンとか、あの家の部屋とかっていうのは認識できたとしても、ね、今この瞬間、じゃあ日本全体をイメージできるか、アジア全体をイメージできるか、地球全体、宇宙全体をイメージできるかってなると、それは認識できないわけですよね。今目の前にあるのはパソコンでありカメラであれば、地球とか宇宙っていうのはもう認識はできないわけです。あくまでも頭の中での理性での想像によるものなので、それは限界内で両立すると、ね、実際自分たちが実践できる、物理空間で実践できる範囲の道徳っていうのは自由があると。ただ抽象度を上げて上げて上げて、ね、地球とか宇宙レベルに行った場合のその想像力とか理性とか科学っていう意味では、まあ、偶然性が減っていくので、まあ、必然的なものっていうのが解明していくことができるっていうのが、まあ、カントの言わんとしていることだと思われます。ただそれでもですね、今のカントのこの説明でなったとしても、カントの主張っていうのは現代科学は否定されてるんですね。現代科学っていうのは抽象度を上げても上げても上げても、やっぱりこの必然性っていうのはないと、やっぱりどこまでいっても偶然性が入り込むっていうことで、言われているので、やっぱこう科学っていうのは必然を追求する、原因と結果っていう因果を追求する学問だけれども、究極的には全ては偶然性の世界に私たちは生きてるっていうのが、まあ、最先端の科学とか哲学の試験になります。まあ、あの関東自体は300年近く前の人物なので、まあ、この関東の時点では、まあ、抽象度を上げれば、あの必然性の解明というのは可能というような視点だったというふうに思われます。で、2つの自由ということで、外的な自由と内的な自由。外的な自由というのは外からの束縛を受けない。内的な自由というのは自分の意思を自発的に決定できると。で、自分の欲求に従って勝手に行動することは欲求に従属しているだけで意思の自発性が認められないから自由とは言えないと。で、支配されていると。人間は自然に属する生き物として感情や欲求に支配され、その限りでは意思も快も求めて苦を避ける自然法則に支配されるから自由ではない。簡単に言ったら自由意思が発揮されてないということですね。しかし、例えばある人が偽証しなければ殺すと脅迫されても、彼の内なる理性、実践理性は偽証してはならないという義務を彼に命令し、結果として強制に屈したとしても偽証すべきでなかったと良心の呵責を与えると。それはそうしないことができる自由があるということを自覚するからであると。で、内的な自由と。人間が理性の命令、道徳法則に従おうとする事実に意思の自由が示されていると考えたと。そして意志が自らの理性の命令に従う意志の自立へと自由を内面化して捉えようとした。自立って何ですか？自分が自分以外の支配を受けないこと。実践理性が自発的に定める義務に自ら絶対服従することによって、意志が自然法則の束縛から解放されることを意志の自立と呼び、自由を自立へと内面化したということですね。簡単に言うと、カントは外的自由と内的自由で言った時に、内的自由っていうのを非常に重視したわけです。外的自由っていうのは全ての人からの束縛を受けないっていうことですけど、それはまあ事実上不可能だということですね。私たちっていうのは自然に支配されるし、まあ、他人に支配されるわけなので、どうしてもですね、外的自由を究極的に実現するっていうことはまあ難しいと。ただカントが重視したのは外的自由ではなくて内的自由の方であって、内的自由っていうのは自分が自分以外の支配を受けないと心の中でまあ律することができればですね、実現、内的自由っていうのを実現していくことができるというふうにしたわけですね。だからカントっていうのは自由っていうのを、まあ、自立と、自分が自分以外の支配を受けないというふうに心の中で決める自立というふうにこう内面化して捉えていったということですね。カントはとにかくその実践理性、特にその道徳的に実際に実践しながら真理を追求するということを非常に重視した人物だということが言えると思います。そしてカントのあの名言へということでつながっていくわけですね。
はい、ということで、第25回、カント後編になります。まあ、カントは近代哲学の大家なのでですね、まあ、非常にこうレベルが高いので、次回もですね、まあ、最大限、あなたに分かりやすくお伝え、しようと、全力で試みては見たいと思うんですけれども、もし よろしければですね、あなたもあなたなりに、カントっていうのを、ぜひ解釈してみてください。もし今回の動画があなたのお役に立てたということであれば、グッドのボタンを押していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。次回もどうぞお楽しみに。最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。現在ガラ空きです。黙れ、わしはサラリーマン先生で頑張るのだ。サービス残業万歳。ですが隊長、今一つのビデオをアップしただけで YouTube で67万円の収益を稼ぎ出しています。隊長のボーナスを超えています。なわけあるか、このクズが。本当です。これを見てください。67万円じゃなくて6700ドルだけどね。YouTube のメリット1、 Google AdSense と提携しているので、ビデオをアップロードするだけで自動的にお金を稼げる。海外では YouTube を使って2億円、5億円、7億円、12億円といった広告収入を稼ぐ YouTuber という職業が流行りだしている。2012年夏、ある一つの動画が YouTube にアップされた。2時間で肉体関係を了承させる方法。このハレンチな動画を作って放置をしていたところ、とんでもない事態が。中学生の俺に勧めるなよ。僕なんか小学生なのに、あなたへのおすすめって出てきたぞ。なんと広くあまねくユーザーにルフ。そしてその結果、全期間の再生回数278万1252回、金も入りました。6720ドルの収益、約67万円です。実際はこのアクセスを利用して後ろから1000万円以上稼いでいます。YouTube のメリットに、集めたアクセスから自由に他のサイトに飛ばすことができるので、工夫をするとさらに1000万円以上稼ぐことができる。このアクセスを獲得するのに必要だったコストは0円です。ただビデオをアップロードしただけで手に入れることができました。そして万単位のアクセスを手に入れたら、そのアクセスから月額36万円の不労所得収入を獲得する方法があります。この54ページにわたる YouTube でお金を稼ぐレポートの詳細を知りたい方は、説明文のリンクをクリックしてダウンロードをしてください。今 YouTube で稼ぐのは簡単です。なぜなら YouTube を見たと聞いた時に10人に7人が YouTube を見たと答えます。ですが YouTube に動画をアップロードしたということを聞くと、100人に1人しか動画をアップロードする人がいない状態だからです。隊長、 YouTube 市場が現在ガラ空きです。そして YouTube で稼ぐ方法はこちらから無料で配られているとの報告をいただいています。月額36万円レポート、ある方式に従って YouTube に動画を投稿してください。顔出しなし、ビデオ機材不要、編集スキルなしで1日数万のトラフィックを集め、最終的には月額36万円の不労所得収入を手に入れさせてみせます。そして私が YouTube アクセスから1000万以上のお金を稼いだ戦略を記したレポートをプレゼントします。今すぐにレポートをダッシュじゃー。